投資家から見て、どのような人が企業家として優れているように見えるのでしょうか。サバルトマンはいくつかの特徴を挙げています。一つ、常にアイデアを生み出す人であること。企業家は何度も困難にぶつかります。その度に新しいアイデアを思いつき、困難を乗り越えなければなりません。二つ目、コミュニケーションに優れていることです。創業者の仕事の大半はコミュニケーションです。資金調達も成立もコミュニケーションであり、 最初は起業家が担わなければなりません。採用も組織運営も行います。起業家は自社のエヴァンジェリストでなければなりません。つまりコミュニケーション能力が必要になってきます。三つ目、実行速度です。これが成功と最も相関があると言われています。例えば、起業家にフィードバックをしたら、起業家がそれを一日で試してみるかどうか、あるいはそのフィードバックをさらに超えたと試みを行っているかどうかで実行速度は測られます。 4つ目は改善率です。最初から完璧な企業家はいません。だからこそ、スタートアップの事業と同じく、人の成長率を見ることで、優れた企業家かどうかを判別できるのではと述べています。今日はサムアルトマンの記事、スタートアップへの投資入門を紹介しました。FoundX1 分間スタートアップでした。東京大学 FoundX では、東京大学卒業生を含むスタートアップのチームに、無償で個室の提供をするサービスなどを行っています。 もしご興味ある方は、foundex.jp までアクセスしてみてください。